間もなく上田だな。はい。されど真田など取るに足らぬ相手、上田は捨ておき、急ぎ軍を正常させるべきと存じます。いやいや、さような真似をして後輩を疲れたら何とする。何と言っても相手は父上に幾度も苦杯を舐めさせたあの真田昌幸、捨ておくのはあまりに危うい。しかしまさか身内を攻めるのは忍びないなどと申すまいな、真田信幸。秀忠様、そのおっしゃりようはあまりに。いいな、よせ。けれど信幸様。はい、申し訳ございません。承知いたしました、秀忠様。けれど時をかけてはいられないのも事実。一気呵成に攻め落としましょう。数ではこちらが圧倒的なのだからな。踏みつぶしてやろうぞ。はは。徳川君、こちらへ向かってまいります。ありがたい。無視されては手の出しようがなかったが、これで父上の策もうまくいく。先方は信幸様の様子です。ここは巧みに引いて敵を引きつけるのが父上のお考え。兄上との勝負はまた後日となろう。